の支援委員会副委員長坪井智之君よりセミナーの趣旨を説明させていただきます。坪井副委員長、よろしくお願いいたします。本日はお忙しい中、労務支援委員会の公開委員会にお越しいただき誠にありがとうございます。労務支援委員会副委員長を務めさせていただいております坪井智之と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本公開セミナー委員会では、労務の課題分析セミナーと題しまして、3名の、理事長に、ご登壇いただきまして、現在の労務の、現状や夢、そして抱えられていらっしゃる、悩みについて、お話ししていただきます。皆様におかれましては、自身の労務の課題について、一緒に検討していただき、その課題に関するワークを行っていただきます。そして数名の方にはそのワークの内容について発表をしていただければと思っております。本公開セミナーを通じて皆様が課題との向き合い方について学び、それを自身の労務に戻って実践できる、ような、実践できるようなセミナーにしていこうと思っておりますので、最後までどうぞよろしくお願いいたします。坪井副委員長、ありがとうございました。本日は労務支援委員会委員長梅津健一君と3名の各地青年会議所の理事長により、ロムの魅力、人、物、ことを語り、ロムの夢の実現へ向けてというテーマでパネルディスカッションを行っていただきます。それではロム支援委員会委員長梅津健一君、ご登壇ください。皆さん、こんにちは。公益社団法人日本青年会議所組織グループ労務支援委員会委員長を務めております。関東地区神奈川ブロック協議会公益社団法人相模原青年会議所より出向させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。本日は3名の理事長の方とトークディスカッションをしてまいりたいと思います。それぞれの理事長に登壇していただきますので、皆様拍手を持ってお出迎えください。まずは一般社団法人瀬戸青年会議所理事長大橋祐介君。続きまして一般社団法人逗子葉山青年会議所理事長関野さやか君。最後に秋青年会議所理事長田中裕也君です。はい、それでは3名より、一言ずつ、いただきたいと思います。まずは一般社団法人瀬戸青年会議所大橋理事長、よろしくお願いいたします。お世話になります。一般社団法人瀬戸青年会議所第69代の理事長の職をお預かりさせていただいております。地区は東海地区愛知ブロック協議会から来させていただいております。また経歴もあるように2019年入会させていただきまして、今年で5年目として理事長の職をお預かりさせていただき、今年で卒業をさせていただくことになります。また総務系をずっとやっておりまして、ずっと理事長であったり専務の下で働いてきております。また今日は本当にお呼びいただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして一般社団法人逗子葉山青年会議所関野理事長、よろしくお願いいたします。一般社団法人逗子葉山青年会議所2023年度第60代理事長を務めさせていただきます関野さやかです。私は、夫が、横浜 JC に入会しており、その関係で青年会議所の活動に深く関心を持たせていただくことになり
持たせていただいて入会する機会となりました。こちらに書いてあるんですけれども、まだ私入会がとても浅くてですね、去年まだ2月に入会したばかりですが、最後の年理事長職を全うさせていただきながら地域貢献に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最後に秋青年会議所田中理事長、よろしくお願いいたします。はい、はい、皆さんこんにちは。秋青年会議所田中優也と申します。私はですね、JC 歴それこそ関の理事長と同じぐらいというかより短くてですね、2022年の8月より、入会させていただき、今でちょうど、JC 歴半年ということになっております。ですので何分わからないこととかたくさんあると思いますが、本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ご着席ください。本日はですね、ロムの魅力、人物、ことを語り、ロムの夢の実現へ向けてというテーマでパネルディスカッションを行っていきたいと思っております。まずはですね、皆様にそれぞれの町の魅力を語っていただければと思います。それでは大橋理事長、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。瀬戸青年会議所はですね、愛知県の中に、ございまして、名古屋市、名古屋さんとですね、あと車の町で有名な豊田市で、に隣接する、そうですね、人口が約13万人弱の都市でございます。また、焼き物で、非常に有名な町でございまして、瀬戸物というところで、陶磁器の産業が非常に昔から、栄えておりまして、そのため、古くから、JC 活動ですね、本当に当初はすごい、盛況だったということをご先輩から聞いております。また、焼き物ですので、タイルであったりですね、あとは電気を通さないということで、さまざまなセラミック製品の、産業がですね、発達している町でございます。また写真の上の写真であります、瀬戸物でできた、焼き物でございます。また伝統文化としてですね、染め付けというところで、こういった瀬戸物に、焼き付けていく、そういった染め付けの技法が非常に盛んで、あります。また日常の、リビングであったりとか、また玄関にですね、こういう非日常の伝統文化をというところで、そういったこの瀬戸物の文化をが町の魅力であります。また、下の写真はですね、学校の写真になるんですけれども、令和4年度ですね、去年というか、今年今年度なんですけれども、から瀬戸市立の小中の学校ができました。なかなか珍しい取り組みを町でやっておりまして、町の魅力として、安心して子育てができ、子どもが健やかに育つ町というのをこう魅力に、子どもが瀬戸で育ってよかった、瀬戸で暮らしてよかったということを一生懸命取り組みとしてやっているところが新しい魅力かなというふうに思っております。そんなところでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして関野理事長、いかがでしょうか。はい、逗子葉山という地区はですね、神奈川県で一番小さな市になります。湘南新宿ラインで新宿、渋谷から1時間でアクセスすることができ、都心からのアクセスもよく、鎌倉の隣に位置する山と自然に恵まれたとても素晴らしい町になります。またちょっとしたローカルな生活を楽しみながら東京通勤ができてしまうという点でも、とても魅力の一つに感じております。戦後昭和の時代に、美しい海と自然に憧れて戸建てのマイホームを購入する人たちが増えて発展した土地でもあります。海のそばで暮らすとマリンスポーツや自然がとても身近なものになります。海が近いということは生活だけでなく人々の価値観にも左右
して、ここ一つ、こう津市の人たちはとても温かい人が多く感じています。都内、新型コロナウイルスの影響でテレワークが普及したことにより、都心から郊外へ移り住んでくる人たちがとても多く増えてまいりました。職場に必要がある、職場に行く必要がある場合、都心へのアクセスも良く、何より海と山に囲まれた土地で子育てをしたいという子育て世代にもとても人気のエリアであります。以上になります。ありがとうございます。最後に田中理事長、いかがでしょうか。はい、私たちの町はですね、9市町村の地域が活動エリアでして、逗子葉山青年会議所様と同様に海山川からなる、大自然と、あと熱い思いを持った、人が共存する、地域です。写真でもご紹介いただいてますように、上段の、一番右、ユネスコ、室戸ジオパークや真ん中の、ゴルフ場だったり、たくさんの、観光商業施設があり、それにはあの県内外からかなりの、人気を誇っております。そんな私たちの町では、商業施設以外でもですね、お祭りや、町おこしのイベントっていうのが、意外にもあの活発に、行われております。でですね、そんな風な町おこしやったり、祭りだったりのイベントで来られた方が、必ずと言っていいほど虜になるのがやっぱり、郷土料理ですね。写真左、下の、金目鯛、余すことなく使った金目丼だったり、あとはご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、土佐のお客の、メイン料理でもある、サワチ料理ですね。ちょっとごめんなさい、右下の写真で見えづらいかもしれないんですけど、あとそのサーチ料理の、真ん中に位置する、田舎寿司には、地元で、採れたたくさんの柚子をふんだんに使用しております。で、柚子っていうのは、私たちの地域で非常に活発な産業でして、近年和柑橘の代表格として世界中で愛されてますが、私たちの地域で作られている柚子っていうのはもう本当に日本有数の品質と、あと生産高、香りを、誇っております。ごめんなさい、ちょっと地元のことになると長々となるので以上にしておきます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんの、町でも、多くの魅力があると思いますけども、ただいま、3名の理事長より、自分自身の町のですね、魅力を、熱く語っていただきました。ありがとうございました。続きまして、町の魅力の次にですね、私のロムにはこんなメンバーがいる、そういった自慢をしていただきたいと思いますが、大橋理事長、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、私のロムにはこんなメンバーがいるということで、政府のメンバーを紹介させていただきたいなと思います。生徒青年会議所ですね、正会員、10名で、今年スタートさせていただいております。また、直前議長としてですね、去年、私の専務の時の理事長として、直前理事長はですね、今年愛知ブロックの協議会の副会長も兼任してやっていただいておりまして、また瀬戸物をですね、先ほどお見せしたまた招き猫などですね、縁起物の、置物を製造販売する、企業の代表を務めております。やっぱり、瀬戸のですね、そういった文化であったり瀬戸の町のことをよく考えていて、これからも瀬戸になっていくリーダーであることは間違いないかなというふうに思っておりますし、何よりもやはり決断力であったりアイデアが非常に富んでおりまして、自分も横で、お使いして本当にいろいろなアドバイスをいただいたなというふうに思います。また、自己成長ですね、本人が成長することと、そしてメンバーの成長ですね、に貪欲な JC5 年目ですね、僕と同期と直前理事長であります。また副理事長兼特別委員長ということで、市役所から瀬戸青年会議所には2年間を一つの区切りとして出向していただいております。JC2 年目の副理事長兼特別委員長として私の片腕という形でやっております。
生徒の産業政策であったりとか、まちづくり共同化であったりとか、そういうまちづくりにずっと携わってきた彼ですので、非常に生徒のことをよく知っておりまして、また元熱血ラグビーマンということで、熱くですね、グイグイこのメンバーを引っ張って、私にもいろいろ声ましょうということでいろいろ提案をいただいている、そんな、特別委員長兼特別委員長でありまして、まあ、グロックにも出向していただいております。はい、以上でございます。ありがとうございます。では先の理事長お願いいたします。はい、私のロムはですね、新年は7名スタート、1月に新しく入会するメンバーがいて、たった7人しかおりませんけれどもですね、地域柄とてもユニークな会員メンバーが多くてですね、私自身もダンススタジオを経営しながら舞台演出、また振り付け、そしてモデルやダンサーとして現役で活動しているんですけれども、メンバーの中にも動画クリエイターやスピリチュアルヒーラー、また新聞記者であったり、そのさまざまな能力を持ったメンバー、個性豊かなメンバーが7人揃っております。私が入会する前に存続の危機を乗り越えて、一時は解散してしまうではないかってなってしまった逗子葉山 JC なんですけれども、ここから、また新時代を築いて盛り上げていきたいなと思っている所存でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは田中理事長よろしくお願いします。はい、私たち秋青年会議所におきましては本年度の旗手メンバー、11名です。そして私を含めた、9名がアカデミー会員です。そんな秋 JC では役職経験者が本当になかなかいなくてですね、理事長経験者がその中でも、写真に写っている左側のお二人しか、いません。で、ごめんなさい、左から、紹介させていただきますと、一番左が、秋青年会議所の64代理事長で、今、高知牧協会の会長をやらせていただいてます、宮脇優君で、真ん中が、第63代と65代理事長を務めてくださいました徳弘直線理事長になっております。本当に役職 JC においての役職っていうものを、知ってる先輩がなかなかいないんで、本来であればブロック会長様でしたり直前理事長っていう存在にはなかなか話しがけがたい先輩であるかとは思うんですけども、もう本当に、徳弘直前理事長も、今年が ラストイヤーということで、もう手段も選んでられず、ちょっとプライベートでも本当に、JC のこともそうだし、仕事のことだったり自分の夢だったり、あと、いろんな世論に関してだったり、相談できる兄のような存在としてお二人のことは慕わせていただいてます。まあ、そんな風な、ロムなんで、まあ、自分たちが、これから先輩から吸収できること、もしくは、大会の皆様から吸収できることをどん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 勉強させていただきたいと思っております。以上になります。ありがとうございました。3人の理事長の方には、メンバーの、自慢をしていただきましたけども、皆さん自身も、それぞれですね、ロムに、こんなメンバーがいるんだっていうのを、ぜひ思い浮かべていただきたいなと思います。続いてはですね、みんなに聞いてほしい誇れる授業、こういったものを聞いていきたいと思います。では大橋理事長よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私からはですね、昨年度もですね、今年もなんですけれども、ロム支援委員会の方からですね、企画から実施までですね、ご協力をいただいた事業をですね、ご紹介させていただきたいなと思います。瀬戸はですね、焼き物が、先ほどもご説明させていただいた通り、非常に、焼き物の町でございますので、それで必ず火を使うということで、この火の温かみの魅力を、町の、人たちに届けたいなということを、
次年の段階からですね考えさせていただいておりました。まあ、そんな中で、昨年の1月の京都会議の時に、ロム支援委員会のセミナーをこう見させていただきまして、そこの中で、まあ、あのやんちゃしようということを、まあ、去年はですねやっていて、まあ、町づくりを何かできるということを、まあ、あの熱心にあのセミナーの方あの講師の方が語られているのを見て、まあ、我々にも何かできるというふうに、まあ、思ってですねあの青年会議所の日本の事務局の方に問い合わせさせていただきました。そしたらですねあの当時の委員長の方をあのご紹介いただいて委員長からご電話いただいて、その時にすぐ担当の副委員長の方をご紹介していただいて、それがあの、まあ、瀬戸の隣のですね、まあ、スポンサーロムでもあるあの名古屋 JC さんの担当の副委員長でした。その方がすぐにですね、瀬戸さんにちょっと行きますということで、来ていただきまして、本当にあの、そのスピード感に僕はちょっとびっくりをしてですね、あの本当にこのこういう人たちがいるんだなということを、まあ、改めて去年の今頃というかは感じておりました。その中で、まあ、打ち合わせをする中で、まあ、インパクトのある事業ができますということで、我々でもあの実際3名ぐらいしかあの実装できるメンバーがいませんということでお話をしてたんですけども、全然できますよということで、もっとあの、少ないメンバーでもやれる事業がいっぱいあるのでということで、でもやっぱりいやどうせやるならインパクトのある事業をやりましょうということで、背中を押していただいて、いろいろ我々メンバーもですね、じゃあぜひということで、アイデアを考え始めました。それで、火を使うということなんですけど、まあ、ここには、まあ、あのランタンがこう上がっているんですけれども、やはり本当の火ってなるとなかなか、場所も限られてきますし、あとあの人数もやっぱりどうしても限られてしまうということで、まあ、ランタンの灯火を、まあ、その瀬戸の火に、まあ、見立てて、スカイランタンですね、まあ、LED を使ったものをこう上げたらいいんじゃないかということで、そういうアイデアがこう出まして、それであれば多くの人をこう呼べるんじゃないかなということで、その、まあ、火の魅力を伝えることを、まあ、目的にして、そういった事業をさせてもらうことになりました。まあ、どこにしようということで、まあ、場所広い方がいいよねということで、高校の、まあ、市役所のメンバーがいますので、いろいろちょっと問い合わせていただいたら、ぜひ JC のですね活動の目的に賛同していただいて、高校の広いグラウンドを貸していただけることになりましたし、またそこでですね、ボランティア部というところものがあるので、校長先生からぜひあのうちのボランティア部の生徒さん、生徒もですね、一緒に街づくりのことを見させたいし、手伝って負わせたいということで、15人ほどのボランティア部の生徒さんもですね、一緒にやっていただけることになりました。あと、このスカイランタンをやるにあたって、まあ、愛知ブロック協議会の、まあ、事務局さんの方に問い合わせて、そういったことをやったあのロムさんありませんかということで、まあ、インスタで僕もいろんなあのロムさんのことをこう見てたものですから、あの青年会所がありまして、そのブロックの事務局を通じて、資料をいただいて、あ、こうやってやったらスカイランタンできるんだということですね。まあ、そのロムさんは700基ぐらいを上げていて、それよりもたくさん上げたいなとかそういうことをあの風呂敷を広げて話してたんですけども、まあ、最終的には200基のスカイランタンを、まあ、用意して、上げさせていただこうということでなりました。で、朝から、準備をして、結果的に、家族連れの方が3代ですね、あのお孫さんと お父さんとおじいちゃんという形で、まあ、多くの方に来ていただいて、500名ぐらいの方に来ていただいて、本当にその来ていただいた方にはですね、瀬戸の魅力も発信できたし、あとはあの瀬戸 JC がどんなことをやっているかっていう、そういう認知度にもあのことにもですね、つながったなというふうにこう思います。やっぱり瀬戸 その年配の方、まあ、生徒の養殖についている方は JC の先輩である方が本当に多いので、まあ、見たよとかですね、そういった声をかけていただくことも現役のメンバーにとってはすごいやる気にもつながりますし、
何よりも、町の市民の人からですね、またやってくださいっていうその声が、僕たちのやる気に本当につながったなっていうふうに、思います。あとは地元の有力紙で中日新聞というところがあるんですけれども、そういったところにも記事を取り上げていただいて本当に、いい成果が出たなというふうに改めて思いました。改めてありがとうございました。その当時は、はい、以上でございます。ありがとうございました。では関野理事長お願いいたします。はい、逗子葉山 JC の事業大きく分けて、2つ、年間を通して行っている事業と、イベントとして行っている事業があります。事業については語り始めるととても長くなってしまうので、時間も迫ってまいりま来ておりますので、端的にご紹介させていただければと思います。まず2022年度の事業として、ちょっとスライドを1枚先にしていただきますと、こちらにも実物を持ってきたんですけれども、逗子葉山本という本を出版いたしました。こちらはですね、Amazon で2022年12月に発売を開始したんですけれども、人、物、お店、施設、自然、風景、団体、活動、これら の文、事業について80事業ほどのですね、記事をメンバーが1年間かけて取材した内容になります。葉山で生まれ育ったメンバー、逗子葉山で生まれ育ったメンバー、また、生まれは違うんですけれども、縁あってこの土地で今生活しているメンバーが、それぞれの視点で、その地域の魅力を深い部分、人となりだったり、生き様の部分まで、取材して、書いた記事になります。で、またこちらの本はですね、これからどん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 皆さんにご紹介していただきたい、とても素晴らしい内容の一冊になっております。地域にこれから移住したいと思ってきてくださっているメンバーの方や、逗子葉山に住んでいるけれどもこんなことがあるんだ、こんな深い部分は知らなかったなって思っていただけるような内容の一冊に、地域の魅力がギュッと詰まった一冊になっております。で、2023年度の事業はですね、ちょっとスライドを1枚戻していただくと、寺子屋という事業を私今年度1年間かけてやっていきたいと思っております。寺子屋はですね、人間力を鍛えるということで、子どもたちが自分たちの力で考えて行動する未来を築いてほしいなっていう趣旨のもと、自然や環境の中から子どもたちが課題を見つけるお手伝いを私たちがさせていただいて、そこから学びの機会をどん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 作っていきたいと思っております。こちらの授業はまた話すと長くなってしまうので、以上とさせていただくんですけれども、こちらの、写真に写っております授業はイベントの授業になります。こちらは逗子海岸ビーチキャンディ写真とハロウィンのイベントの写真をご紹介させていただいているんですけれども、ビーチキャンドルはですね、2016年に沼田委員長が、立ち上げられたイベントで、ボランティアの市民を募ってビーチにキャンドルを並べ、そこに点灯して、テーマだったり、ただ見ているだけで気持ちいいねっていうところではなくて、街を挙げて行っているイベントです。でまた1枚目の写真にある、海が青く光っている写真はですね、こちらは、日本のプロジェクションマッピングの第一人者の方も逗子葉山に住んでいて、娘たち の同じ学校のお父さんなんですけれども、協力していただいてナイトウェーブという海を青く光らせてきれいにさせるイベントを実施しております。これビーチキャンドルと逗子海岸ナイトウェーブの写真になります。で2022年に私が立ち上げたイベントの一つにハロウィンイベントというものがございます。こちらは150人の子どもたちにスタンプラリーに参加してもらって、仮装して街を歩くという企画を計画したんですけれども、
150人用意したスタンプがなくなってしまうほど400名以上の列ができて、当日はフリーマーケット、ダンス発表会、仮装大会、盛りだくさんの内容で、総勢600人ほどの方に結局去年楽しんでもらうイベントとなりました。図書会、コロナウイルスが大流行して、子どもたちはマスク生活を3年間ももう余儀なくされさせして生活しています。子どもたちは学校のイベントなども自粛が多くなって、もっともっと本当は思い出作りができるのではないかということで、大きいイベントを企画して子どもたちの夢を実現させる大きなイベントにさせてい きたいと今後も思っております。ありがとうございます。ありがとうございました。では最後に田中理事長、よろしくお願いします。はい、秋青年会議所ですわ、すみません、失礼いたしました。秋青年会議所では、政治に関する事業を、2つ、行わせていただいています。まず1つ目が、写真、下の方にあるものでして、題して未来区という事業でございます。こちらの事業は、近年若者の政治離れというものがどんどん進んでいて、悲しいことに自分たちの地域について、自分たちの地域の代表者について考える機会がどこかちょっと遠のいているということもありまして、地元の、町の地域中で、中学校に、行かせていただいて、模擬投票をさせていただく授業です。で、模擬投票することで、実際自分の1票が、どういった結果につながるかということを、子どもたちに考えていただく、授業でございます。そしてですね、写真上の方が、公開討論会です。こちら公開討論会なんですけども、今年も、4月に、県議選がありますので、うちの山田委員会の方で企画を考えております。ごめんなさい、私この授業まだ出たことないんですけど、公開討論会で出馬する、方たちに地域の未来っていうのを、自分たちが本当に望むものっていうものを、どれだけ、考えて、どれだけそれを動いてくれるかっていうことを紹介していただきます。そういった政治に関する事業はあまり、私たち秋青年会議所は高知県の東部に位置するんですけども、高知県の東部の方があまりなくてですね、なので秋青年会議所といえば政治に関する事業構築をしているロムだというふうに思っていただけるように、どんどんこれからも積極的に自分たちも政治の事業をさせていただくことで、地域に、コミットしたものが何なのかというのを自分たち自身で考える機会の場にさせていただけたらというふうに思っております。以上でございます。ありがとうございます。ただいまは、皆さんに事業について、誇れる事業について聞いてまいりました。やはり、皆さんですね、自らのやった事業というのは、熱い思いがあり、やはりそういったものを感じさせていただきました。で、次はですね、今はやってきたものを語っていただきました。これからはですね、理事長となられて私たちの夢ということで、町を、そしてロムをこうしていきたいんだ、そういったですね、思いをお聞かせいただければと思います。では大橋理事長、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、町をというところで、今年は、つながりを大切に町づくりの輪を広げようという、そのスローガンのもと1年間活動して、いるところなんですけれども、いろんなやっぱり瀬戸青年会議所だけではできない事業が多分たくさんあると、先ほども高校の方々の協力であったり、もちろん読み支援委員会さんの協力であったりというところが大きいと思うんですけれども、本当にいろんな方々と一緒に町づくりをしていくということが大切だという、その垣根を超えてというところが一つテーマになってくるのかなというふうに思いますし、そのためにはもっと
瀬戸青年会議所を知っていただくためにいろんなところに顔を出して、であったりとかということをしていきたいなというふうに思います。また瀬戸にはたくさんのまだまだ魅力がこうありますので、どちらかというとですね、先ほど瀬戸ものという話をしていただいたんですけれども、広大な大地もたくさんありますので、やっぱりアウトドアの例えば、グランピングであったりとかオートキャンプであったりとか、そういった、本当に多くの人が来ていただけるようなそういう観光資源も、たくさん持っているというふうに思いますので、そういったことを瀬戸物と相乗効果でですね、町づくりをしていけるようなことを提案できたらなというふうにも、思っております。はい、以上です。ありがとうございます。では関野理事長よろしくお願いします。冒頭でも少しお話しさせていただいたんですけれども、私の主人は逗子横浜青年会議所で横浜開港祭というイベントをに携わっておりました。でその際に横浜開港祭というのは市を挙げて学校もお休みに、横浜市の学校がお休みになる開港記念日にやる一大イベントなんですけれども、JC のことを知らない子どもたちもたくさん参加して、町の市民がたくさん参加して盛り上がるイベントです。で私も存続の危機を乗り越えて先ほどご紹介させていただきました逗子海岸ビーチキャンドルは今逗子葉山青年会議所は協賛としての参加になるので、目玉イベントを作りたいと思っております。それがハッピーハロウィンフェスティバル、先ほどご紹介させていただきましたハロウィンのイベントになります。来年度は逗子海岸ビーチキャンドルと同時開催することによって来場者数もさらに伸ばし、商店街を歩行者天国にして、今年度の事業計画の寺子屋である子どもたちが作る縁日や子どもたちが出す模擬店など子どもたちが企画する企画を盛り込んで、もっともっと大きなイベントに今年度していきたいと計画しております。でこれを町を挙げてのハロウィンではないんですけれども、逗子葉山のハロウィンってすごいよねっていうような事業にどんどん大きいものにさせていきたく、そのイベントを知ってもらうことによって逗子葉山青年会議所を多くの方に知っていただきたいなと思っております。これが私の今年度掲げる夢になります。ありがとうございます。続きまして田中理事長よろしくお願いします。はい、私たちの、町を、こうしたいっていう夢なんですけども、私冒頭の方で最初にゆずのことを説明させていただいたかと思いますが、なんていうかな、一次産業としてめちゃくちゃ本当にいいものを職人気質 の地元の人たちが本当にもうハートを込めて、作っているというのは間違いないんですけども、ただ、農家さんだけじゃなくて、地域にある喫茶店さんだったり、いろんなことされている人たちはいるんですけども、どなたも、口を揃えていうのが自分の代で終わりだと。で子供には自分の仕事を継いでほしくない、都会に行って転職つけて頑張ってもらいたいっていう方が多いんですけど、僕は違うぞって正直思ってまして、自分としてはなんていうかな、自分の地元にまず住んでる人たちがもう誰よりも誇りに思えるように、自分の、地域をまずは、どんどん外に行ってもアピールできるように、なってほしいって考えてまして、で、それに、なんていうかな、先駆けて、うちの地元北川村って言うんですけど、有名な商品がゆずで、ありまして、アーティストのゆずさんに北川村で、ライブをしていただいて、地域の、人間だったり、それに協力する若者だったりが、一段となってやることで、より一層自分の地元に、を好きになって誇りを持って、もらえるような、きっかけ作りが、できたらなと、
私は考えております。以上でございます。ありがとうございます。今夢というものをお聞きしましたけども、やはり皆さん共通してその町を、そしてロムが好きなんだという思いを感じることができたんではないでしょうか。で、続きまして、今夢を語っていただいたんですけども、そこにはやはり、障壁だったり、やっぱり不安ですとか悩みっていうのがそれぞれあるかと思います。そういったものをもしあれば、お答えいただければと思いますが、いかがでしょうか。大橋理事長、お願いします。はい、ありがとうございます。リーダーとしての悩みというのは、一番は、会員拡大だなというふうに思います。私も理事になってこう3年目というところなんですけど、本当に会員拡大をこうしたいという思いで、こう言ってもなかなかその成果につながらないというところで、何が悪いというわけではないんですけど、やっぱり情熱がもっと足りないのかなというふうに他のですね、拡大の委員長の方々が成功した方々のことを聞くとですね、まだまだやり方もですね、足りないのかなというふうに思っておりますし、そういった拡大のことが一番やっぱり、不安であり悩みでありますし、あとは本当にこれから、今10名なんですけども、やっぱり毎年、きちんとした形で入れていかないと、本当にロムがですね、縮小していってしまうだけというところにありますので、このリーダーを輩出する JC のですね、魅力をもっと伝えていくことが一番ですね、リーダーとしての不安であったり悩みなのかなというふうに思います。はい、以上です。ありがとうございます。関野理事長、お願いいたします。私のお悩みはですね、冒頭でもご説明してご紹介させていただいたんですけれども、まだまだ私入会が浅くて1年経っておりません。で、京都会議も初めてで、サマコンや大きいイベントなどにもまだ参加したことがないので、自分の経験不足というのが一番不安にはあります。また自分がやりたいと思っている事業を次年度以降も成功させることが本当の成功になると思うんですけれども、それにあたって今人数がメンバーがとても少ないので、自分の思いを受け継いでこの青年会議所の活動として構築して継続させていけるかというところがとても大きな不安となっております。また人材育成、人材拡大もしていかなくては達成できないと思っているので、1年かけてやることがすごく多いなと思って、とても不安に思っておりますが、やる気はとてもあるので頑張っていきたいなと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは田中理事長、お願いいたします。はい、リーダーとして その不安や悩みっていうのは、正直リーダーどころかのまず JC としての不安や悩みもまだまだ多くてですね、正直挙げればキリがないんですけど、その中でも、強いて言うなれば、組織の、リーダーとして組織の人間11名と、まだまだ多くは決して多くはないんですけども、ただ、メンバー一人一人に本当、大橋理事長がおっしゃったように情熱と、やる気を持っていただくためにはどうしたらいいのかで、そしてそれを JC の役職としてまず、教えるためにはどうすればいいのかっていうのをすごい、悩むことが、多くてですね、そんな中でも、自分が、だったらもうどんどん分かんない代にも、教えてもらうなり、調べるなりしてどんどん進むことで、それを自分のロムに帰ってメンバー一人一人とまた、コミュニケーションを取る中で学んだことを共有させていただけたらなっていうふうには考えております。以上です。ありがとうございます。ただいまですね、最初の方からいろんな質問をしてきました。で、最後に、皆さんそれぞれ不安や悩みを、お答えいただいたと思うんですけども、それが、今理事長の皆さんが考えるロムの課題なのかなと思っております。今はですね、ヒアリングフローをもとに質問をしてまいりました。
まずですね、町ロムの魅力を聞いていく。これで現状の把握をしていく。で次にですね、町やロムをどうしていきたいか。でこれで夢を語っていただく。でそして最後に不安や悩みを聞き出す。これが問題の抽出。こういった流れになっています。ロムを支援していく上で、ロムの課題を解決していく上で、すぐに課題は何ですか、問題は何ですかというふうに聞いても、なかなか本質にたどり着けないかもしれません。本音も言わないかもしれません。ですので、しっかり聞く側がやはり町ロムの魅力を把握すること、理事長自身の夢を聞いていく、そういったことを重要視していただきたいと思っております。そして大事なのは、問題を抽出したその後どうやって課題を設定して解決していくか、そういったことを今からワークをしていきたいと思います。こちらチャット、 LINE のチャットになりますので読み取っていただければと思います。ワークを行っていただきますが、講師の皆様には一度ご講談をいただき、ワークをお願いいたします。また会場の皆様、周りにですね、ロム支援委員会メンバーがおりますので、ご不明な点は気軽に聞いていただければと思います。これはまだ LINE のチャットのグループになるので、はい。少しもう眠くなっているかと思いますので、質問をさせていただきたいと思います。それの答えをこのチャットにですね、打ち込んでいただければと思いますけども、まず皆さん自身が自分自身に問いかけてみてください。今私は何のために JC をやっているか。どんな答えでも構いません。それぞれの答えが正解だと思いますので、ぜひ、答えてみてください。今私は何のために JC をやっている。自己成長かもしれない、地域貢献かもしれない。皆さん自身の答えをぜひ、お願いいたします。自己成長が多い感じですね。みんなの笑顔、素晴らしい。こちらですね、今、少し眠気覚ましにやらせていただきましたけども、では入ってまいります。問題から課題を設定するということで、問題と課題、こちらの違いは皆様、いかがでしょうか。問題とは、あるべき姿、理想と現状とのギャップや起きている現象でございます。課題とは、その問題を解決するために個人、組織が主体的に解決すると決めたテーマややること。それぞれのロム、それの問題点、そこからですね、課題を設定していきたいと思います。こういったロジックツリーがあるかと思いますが、まず問題があります。そこに対して原因というものを3つほど考えていただきたい。そしてその原因から紐解いたもので課題を設定していく。その問題点というのは見えている課題です。例えばこちらですと、今会員数が減少している、そういったことが見えているものだとします。そうするとその原因とは何だろうか。会員拡大ができていないですとか、
JCA の優先順位が低くなってきているのではないかですとか、そもそも JCA の意義を見出せていない、こういった原因がある。次のお願いします。これはですね、原因というのをなぜというのをしっかり繰り返自分自身に問いかけていただいて、その3つ出した中で課題を設定していく。例えばですけど、こちらは課題として設定していったものは、JCA の意義を見出せていないのであれば、やはり魅力ある事業の構築をしていこうよ、こういったロジックになります。皆さんぜひ自分のロムで構いませんので、まずは問題点を考えてみてください。でそこからなぜというのを、繰り返していただければと思います。少し時間を、取りますので、皆さん自身でやっていただきながら、お隣の方と少し相談しながら、聞きながらやっていただければと思います。例えばですけども、次のスライドを、例です。会員数の減少が問題点、会員拡大ができていないとか、もうそもそも人口減少しているよ、一人の負担が大きくなっている、そんな原因があるときに、では何をやろうか。会員拡大だけをやっていてもしょうがない。なので課題と設定したのは、例えば組織改革に着手してみようよ。当委員会ではイクロムですとかを持っておりますので、ぜひご活用いただきたいですけども、次に、これは出席率の低下、こういったことが起きている場合に、例えばメンバーが多様化したよ、サラリーマンだとか、なかなか時間が作りにくい、そしてコミュニケーションが不足しているのではないか、モチベーションがもう低下してきてしまっている、こんな原因があったとします。ではどういった課題を設定していくか。コミュニケーションだと、ロム内のコミュニケーションというのに着目をしていくと。そういった時に活用できるツールも日本自身は用意をしています。これはコミュニケーション推進委員会で推進をしている、ワンオンワンミーティングと呼ばれるものです。メンバーと役職のある方が1対1で定期的に話をしていく、こういった手法もございます。ぜひですね、それぞれ自身で考えていきたいと思います。いただきたいと思います。皆さん、先ほどのチャットにですね、まず1、特定した問題、それぞれが特定した問題を ① として、それはなぜ起きているのか、原因を3つ挙げてみてください。そしてじゃあそこに対して何をしていくかというものを少し考えていただきたいと思います。お時間を、取らさせていただきますので、ぜひ挙げていってください。ぜひお隣同士で少し話しながらやってみてください。
ぜひ、ロム支援委員会のメンバーも自分自身で考えて、入力をお願いいたします。あと2分ほど飛ばさせていただきます。よろしいでしょうか。それではですね、何名か検討していただいた課題について発表していただきたいと思いますが、まず今最後に上がっている川竹お願いします。手を挙げてもらいます。はい、はい、ありがとうございます。何か名前とか言った方がいいですかね。はい、では自己紹介と、発表をお願いします。はい、ありがとうございます。JCI 相模原の河合と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今こちらのチャットにも書かせていただきましたが、特定された問題としては出席率の低下が、本論文では課題としてあります。まあ、一つは人材育成が追いついていなくてですね、委員会を持たされた理事のメンバーが、その事業の構築にいっぱいいっぱいになってしまって委員会メンバーまで手が回っていないので、その後の4番目のコミュニケーション不足にもつながってくるんですが、コミュニケーション不足が生まれ、そして例会のことでいっぱいいっぱいになってしまって、なかなかこう
委員会メンバーからの吸い上げができず構築をしていくためにそういう例会が構築されていってしまうという、まあ、一つ悪循環が生まれているのではないかなというふうに分析しました。まあ、そのためには、こうかっちりしたですねグループワークというよりはもっとフランクな、ロムについて今何が魅力で何が増えてほしくて何が減ってほしくて何を残していくのかみたいな簡単フランクな話し合いが少しできたらいいなと思ったり、あとはやっぱりこの個別での対話っていうのがすごい重要なんじゃないかなっていうふうに思っております。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。ではもう一つ、メンバーにしましょうかね。松重さん。はい、JCI岩水若出向しております、松重と申します。私が、ちょっと、思った、ことです言いますと、私自身もまだ実は、今年の1月に、政界になったばっかりという形でまだあまりその自分たちの、地元の活動というものをまだちゃんと認識していないということも あるかなとは思いつつ、だからこそ その外の目線からということで問題を挙げさせていただきました。私が気になったのは、まず活動が、まあ、内輪にとどまってしまっているように、感じてしまっているということです。でそれがなぜ起こっているのかというと、まず、まあ、外部、まあ、ちょっと前までの私も含めまして、まあ、外部から、見たときにその JC としての活動どういうことをしているのか、それはどういう意味があってやっているのか、何のためにやっているのかっていうところが、まあ、伝わっていない、知られていないというところが、まあ、一つ原因になってくるんじゃないかと思います。じゃあそれが、なぜ、起こっているのかというと、まあ、まず情報発信自体が、活発でない可能性があると。また、それをまあさらに深掘っていくと、まあ、正しい情報発信の方法を知らない可能性がある。例えばですが、まあ、Facebook などではすごく情報発信されているんですけれども、まあ、Facebook というのは、まあ、昨今皆さんもご存知かと思いますが、まあ、本当に年長者しかいない SNS というようなふうに言われ方もしておりまして、まあ、街にいる若い人たちには、我々の活動というのが全く届いていない可能性がある、もしくは、正しい理解がされていないという可能性があるのではないかなと思います。まあ、そのため、まあ、それを改善するための、プロジェクトとしては例えばそのより、効果的、より正しい、よりその我々が情報を届けたい、まあ、外部の方また、若い方、たちに、まあ、届きやすい正しいその方法発信方法、PR 方法などなどを、まあ、学習するもしくはそういう外部講師を招くなどなどをすることによって正しい、まあ、これもコミュニケーションの一種だと思うんですけれども正しいコミュニケーションを推進していくということで、まあ、この一番である活動が内輪にとどまってしまうというところを少しでも改善することができるのではないかなというふうに考えました。以上になります。ありがとうございました。それでは、皆様のワークを、お付き合いいただきましてありがとうございました。それではですね、ここで、3名の理事長の皆様にですね、最後に、一言ずつ、いただきたいと思います。町をこうしていきたい、ロムをこうしていきたいということを踏まえながら、熱い思いをですね、皆さんに届けていただければと思います。大橋理事長、よろしくお願いします。はい、そうですね、皆様に何か伝えたいという本当に支援いただいて本当に恩着せがましいというかあれなんですけれども、まあ、本当に支援いただく側からするとですね、本当にそのできますっていう一言が我々には本当にこの、町を動かすご原動力になったなというふうにこう思いますし、そういうことをして続けていくと町の人たちとのつながりができてより多くの運動ができるんじゃないかなというふうに思わさせていただいたことが本当に良かったなというふうに思いますし、これからも
まだまだ会員拡大もこうあるんですけれども、町とのつながりをこうきちっとこう継続的にすることで、よりまあ様々なこう運動であったり活動にこう着手できるのかなというふうにこう思います。まあ、毎年毎年、理事長が変わっていきますので、どうなっていくということはその年々で、しっかりと町との連携を図っていくことが大切かなというふうにこう思います。先ほどもまあお伝えさせていただいたんですけれども、瀬戸にはやっぱりこう広大なこう自然がたくさんこうありますので、そういった自然を生かしたですね、また新たな魅力っていうところをこう発掘できたらなというふうにこう思いますし、そういった町づくりの事業、町づくりのそういったまあ発展をこうした取り組みをたくさんしていきたいなというふうに改めて思います。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは席の理事長よろしくお願いします。はい、私の逗子葉山 JC の、神奈川ブロックには21のとても偉大なロムがたくさんあります。私のロムはとても小さいですけれども、先ほどもご紹介したような事業を私たちメンバーだけでなかなか実施していくのは、去年もとても警備などが追いつかず大変なところが多々ありました。でもしご協力していただけるというのであれば、ぜひイベントの当日などにいろいろな方にやってる事業はとても素晴らしい事業をやっていると思うので、実際見ていただいたり少しお手伝いなどをしていただけると、私たちの活動も大きくやっていけるのかなと思っております。でまた先ほど委員の方がお話ししてくださっていたんですけれども、時代はやっぱり変化し続けるので、 Facebook から Instagram などにも流行りや 年齢層などが見ている年齢層などが違うと思うので、私も Instagram を使って事業を去年からたくさん PR し始めていたんですけれども、皆さん見るとそれぞれのロムでインスタグラムなどをやっていらっしゃると思うんですけども、フォローやリツイートとかストーリーをシェアしたりなどして自分たちのやってる事業と双方の事業を分かち合うことができたら面白いんじゃないかなと私は思っております。まだまだ経験が浅い中でこのような大きい京都会議でお話しさせていただく場を設けていただきありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後に田中理事長よろしくお願いします。はい、はい、私たちの、ロムでは、まず本当に一つまだまだそのパワーというか、その組織的な、運営体制だったり、組織的な力、人数だったりもそうですけど、まだまだその部分が足りてないのと、あと、はっきり言ったら、その、夢に向かって、必要な人脈をまだ持ってないということをして、それはなぜかというと、外に行って、それを、語れてないから、しっかりアピールできてないからっていうのと、あとは自分たち自身がどんどん自分たちで、もう正式な会議とかだけにこだわらず、もう本当日常からどんどんコミュニケーションを取って、組織で近い距離感に、入れるようにっていうのを、できたらなというふうに、考えてます。そして、自分、あとはどんどん組織で一緒に、こうやっていろんな京都、今回京都会議だったりいろんな場所に行かせていただくことで他の、ロムの方たちと、巻き込みを図ってどんどん一緒にプレーしていける、環境を作らせていただけたらなと思っております。すいません、長くなりましたがありがとうございます。ありがとうございました。改めまして3名の理事長の皆様に、大きな拍手をお願いいたします。私たちロム支援会、そして本日地区、そしてブロックのロムの支援をする担当の方もいらっしゃるかと思います。私たちはロムを支援するというのだけではありません。同じ仲間として共に夢を描く、そういった気持ちで
活動をしてまいりたいと思っております。これが私たちが掲げるロムに寄り添った支援体制というものになります。私たちは同じ船に乗った仲間である、そういった思いでやってまいります。それがここに掲げているウィッシュ&シップスというものになります。全国のロムの皆様と仲間として共に夢を描いてまいりましょう。どうもありがとうございました。それではここで講師の方々にはご講談いただきます。本日はご講演ありがとうございました。講師の方々がご講談されます。皆様今一度大きな拍手でお願いいたします。それではロム支援委員会の活動について、ロム支援委員会副委員長平野真也君よりご説明させていただきます。平野副委員長、よろしくお願いいたします。皆様大変お疲れ様でございました。私の方からはですね、当委員会の発信する運動についてお話をさせていただければと思います。当委員会は3つの支援体制を取らせていただいております。まずは軽度支援、中度支援、重度支援と、この3つで支援をさせていただいております。トリアージのようにですね、ロム様の方を分けさせていただいて、制度内容を決めて、支援内容を決めていくというものでございます。まずはこの軽度支援からでございますが、こちらはですね、 JCI 日本の持つノウハウやツール等の情報発信をさせていただくものでございます。地区協議会の皆様、ブロック協議会の皆様に情報を展開させていただきますので、各ロム様に情報を再度展開していただくようにお願いいたします。続きまして中度支援、こちらは間接支援となりまして、地区協議会様やブロック協議会様がですね、各ロムへ事業構築等の支援を行う際に、我々はバックアップとして情報分析またはプログラムの提供ということを行わせていただきます。すでにいくつかの地区協議会様、ブロック協議会様からですね、エリア内の要支援ロムを選定して支援を行うという話を聞いております。ぜひ我々必要あればバックアップさせていただきますので、お声掛けをお願いいたします。続きまして重度支援でございます。こちらは当委員会が主体となり、地区協議会、ブロック協議会の皆様とともにロムの直接支援を行うものでございます。こちらに関してもすでにいくつかのロム様にですね、理事会、委員会への参加をさせていただき、支援に入らせていただいております。今後もですね、事業構築のお手伝いであったり、マンパワーとしての支援等もお手伝いをさせていただきますので、地区協議会およびブロック協議会の皆様におかれましてはですね、支援が必要だというロムさんがいらっしゃれば、我々の方にご相談をいただければと思います。そして続きまして、当委員会の持つ支援の引き出しのご紹介でございます。要支援ロム様が必要とする支援内容は多岐にわたるかと思いますので、我々包括的に進めさせていただきますが、当委員会が推進する運動は2つございます。まずはイクロムでございます。こちらは2020年から始まって今年でもう4年目を迎えるものでございます。イクロムは推進することによって、子育て世代の JC 活動をやりやすくすること、女性の会員拡大につなげるということを目指すものでございます。取得するだけで意味があるのかという声があるのも事実でございますけれども、本年度は実態調査として組織改革チェックシートをご用意させていただいております。しかしながら、そちらで中身を精査しながらではあるんですけれども、やはり数にこだわっていきたいということでですね、全国的に取得するロムが増えて、イクロムが当たり前になることによって、メンバーの意識や風土が変わってくるのであると考えますので、イクロムの取得数、こだわっていきたいと思います。こちら、皆様、QR コードぜひ読み込んでいただければと思います。少しですね、ログインみたいなちょっと文字が出てしまうかもしれないですけれども、キャンセルを押していただければ、イクロムのページ見ていただくことができます。イクロムの取得はですね、非常に簡単です。
宣言する、取り組む、申し込むと、この3つのステップで、完結します。でまずは理事長にですね、例会でも理事会でも構いませんので、宣言をしていただく。宣言文の内容もこのサイトにすべて載っております。でそれを宣言していただく。そして取り組み6つございますので、6つその取り組みもホームページの中に記載がありますので、その中から3つ以上取り組んでいただく。そして、そのサイトの中にある申し込みフォームに記載をしていただければ、eCHROMEの申請がそれで完了するということになっておりますので、ぜひとも申請簡単でございますので、取り組んでいただければというふうに思います。そして、次がリモートメンバー制度です。コロナ禍でリモートワークが普及しまして、Zoom の会議等も多く活用することになりました。そこでですね、リモートを通じて全国各地の市民やメンバーの皆様にロムのリモートメンバーとして活躍をしていただくというのがリモートメンバー制度でございます。例えば私は相模原出身です。で今は京都に住んでいるんだけれども、相模原のために何かできることがあればというこの一般市民、非常に奇特な方がいらっしゃるということでございまして、今までであればこういう方が地元の JC に入会するというのは難しかったと思うんですけれども、こういったリモートメンバー制度を活用していただくことによって、ロムに入会することができるということで、こちらは定款変更等を要する場合がございますので、活用されるという方はぜひともご相談をいただければと思います。そしてメンバーだけでなく、市民だけでなく JC メンバーもリモートメンバーとして、迎え入れることができます。でこういった課題を抱えているロム様がいらっしゃる場合は、全国各地よりですね、知識経験やる気のあるメンバーをですね、助けに入ってくれる、やる気のあるメンバーが助けに入ってくれる。理事会や委員会への参加などさまざまな場面でのロムの強い味方になってくれる制度でございます。現在ですね、リモートメンバーとして出向していただける方、そしてリモートメンバーを受け入れたいというロム様を募集しておりますので、ぜひともお声掛けいただければと思います。以上が当委員会の展開する運動でございます。特にリモートメンバー制度に関しましては、ご不明点や疑問も多いと思いますので、明日この会場にて、ブース出展、相談支援のブース出展を行いますので、ぜひともそこで詳細をお話しできればと思いますので、明日ぜひこのルーム D にお越しください。それではご清聴ありがとうございました。